こんにちは、スイス在住元バックパッカーのベンネです。さて突然ですが、稼いだお金が最も見える在宅ワークとは何だと思いますか？在宅ワークには様々な種類がありますが、シンプルに利益が上がるっていうものは基本的に何かを売る仕事なんですね。で、例えば投資だと、こう買ったものの価値が上がり、その差額が報酬利益になりますし、アフィリエイトだと広告の宣伝を助けることで、そのキックバックで報酬を得るっていう方法なので、自分自身で何かを販売するというわけではありません。で、現に実際にアフィリエイトで成果が出たとしても、単純なシステムミスだったり、広告主の一方的な判断で報酬が入らないということだって普通にあります。雇われの仕事だったとしても、月給だったり時給だったり、給料日に決まったお給料をもらうので、自分がやった仕事の価値がいくらかというふうには実感が湧きにくいですよね。今日は在宅ワークを始めたいけれど、スキルがないし、何から始めたらいいのかわからないという方向けに、そう感じる人でも今すぐ売ることができるものを紹介したいなと思います。私に売れるものなんて一つもないと思われている方にこそ見ていただきたい動画となっていますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。さて、売るというと、皆さん物を売るということを想像されると思います。でも今の時代、売るのは物だけではありません。今日は目に見えないものの販売と、初心者向けの物の販売、それぞれの視点からおすすめできるものをご紹介しますね。目に見えないもので販売できるものは何かというと、それは特技やスキルなんですね。最初にスキルがない初心者が売れるものって言っておいて、スキルを売るって矛盾してると思われるかもしれませんが、実はあなたがスキルだと思っていないものが販売できるスキルだったりするんですね。そして販売する場所はここならです。ここならはスキルマーケットなんですね。販売をスタートするには無料で、売れたらそこから手数料が引かれるという仕組みなんですが、販売できるスキルを見てみるととても面白いんですよ。例えば聞くということもスキルです。面白い話をすることはできないけれど、人の話を聞くことは苦ではないという方も多いのではないでしょうか。で、聞くスキルというのは特に今の時代すごく重宝されるスキルなんですね。で、このストレス社会で誰かに自分の話を聞いてほしいという人は山ほどいます。カウンセリングなんて大層なものを受けたくはないけれど、誰かに聞いてほしい、でも知ってる人には話せないという人は意外とたくさんいるんですね。自分を知らない人だから話せるということもあります。で、そんな仕事はカウンセラーにしかできない仕事だと思われるかもしれませんが、資格は必要ではありません。シンプルに愚痴や話を聞いてあげるだけでいいんですね。昔いじめられていた過去があれば、いじめに悩んでいる人の相談が来るかもしれませんし、心の病気だった過去があれば同じ病気の人に寄り添えるかもしれません。あなたがシングルマザーだったり、離婚や再婚を経験していたり、親の介護経験があったりとか、こうあなたの今までの人生経験全てが今同じような経験に直面している人の助けになるかもしれないんですね。で、愚痴だけではなく、恋の悩み相談、恋の相談相手になるということを販売することだってできます。趣味がある人は、趣味についてはプロ並みではないけれど語れるという人もいるのではないでしょうか。ゲームのやり方やアドバイス、おすすめの本や映画についてのアドバイスという項目もちゃんとあるんですよ。相談料の平均単価は1分100円です。で、5万円以下だと手数料が一番高くなって 27.5% となってしまうんですが、報酬として入るのはじゃあ 72.5 円ということになるので、時給に換算すると4350円になります。で、私は仕事とは人に価値提供することだと思ってます。で、誰かにありがとうと言ってもらえる仕事って嬉しいですよね。特別なスキルはなくても、あなたも誰かにありがとうと言ってもらえるためにできることがきっと何かあると思いますよ。最初はそんなすぐに仕事は舞い込んでこないかもしれませんが、まずは安く販売をしてみて、評価を少しずつ貯めていきましょう。はじめはコツコツ、すぐに仕事がなくても諦めずに継続を心がけて取り組んでみてくださいね。
では次に物を販売するための初心者向けの方法をお伝えします。で、物を売るっていうことは一般的に物販と呼ばれていますが、まず初心者の方はメルカリからのスタートをおすすめします。で、メルカリはフリマアプリの代表格で、本来なら不要品販売をするための場所なんですが、不要品が売れるっていうのはもちろんのこと、メルカリはビジネスにも使われているプラットフォームになります。もちろん不要品販売からスタートするのもいいんですが、在宅ワークの仕事としていく場合には仕入れが必要になります。で、仕入れといっても初心者向けの仕入れであれば、仕入れ資金が100円前後のものや、売れるかどうかのリサーチが不要なもので、家に仕入れた商品を届けてもらえるものなど、こう取り組みやすいものがたくさんあるんですね。で、それぞれの仕入れノウハウについて気になる方は、私の LINE アットから初心者向けノウハウとメッセージをいただければ詳しくお伝えできます。登録用 URL は動画の概要欄にも貼っておきますね。私に物なんて売れる気がしないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は物販というのはネットビジネスの中で一番再現性が高いと一般的にも知られています。で、再現性というのはそのビジネスに取り組んだ人が成功できる確率のことなんですね。どうして再現性が高いかというと、スタートするのに特別なスキルが必要なく、きちんとコツを抑えればセンスに関係なく販売利益を出すことができるからです。で、通常の副業であれば、何事もまずは学んでから実践、経験を積んでから仕事になるのが、まあ、普通ですし、ここならにしてもいきなり大きな利益を出すっていうのは難しいですが、メルカリ物販であれば利益を出しながら学べるっていうのが取り組みやすい最大の理由でもあります。目に見えないものでも売れてしまう時代ではありますが、目に見えるものの需要っていうのはこの先もずっとなくなることはありません。スキルの販売はできそうにないなと思われる方は、まずはメルカリ物販からスタートしてみてくださいね。それでも全ての物販の種類において初心者でも利益が出せるというわけではありません。まずは簡単な仕入れから資金作りをスタートして、販売に慣れて、リサーチを学んで、資金繰りを学んで、というふうにこう徐々にステップアップをしながら、仕入れ方法もそれに合わせてレベルアップしていくことが重要ということだけは覚えておいてくださいね。私の LINE アットでは在宅ワークに関する有益な情報をお届けしています。で、まだここならもメルカリも登録したことがないという方も、何から始めたらいいかわからないという方も、こちらからお気軽に友達登録してみてくださいね。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。